103。本当さ、現に僕の親父が寝をつけたことがある。その時僕は何でも6つぐらいだったろう。親父と一緒に油町から通り町へ散歩に出ると、向こうから大きな声をして、女の子はよしかな、女の子はよしかなと怒鳴ってくる。僕らがちょうど2丁目の角へ来ると、伊勢源という呉服屋の前でその男に出っくわした。伊勢源というのは間口が10軒で蔵が5棟あって、静岡第一の呉服屋だ。今度行ったら見てきたまえ。今でも歴然と残っている立派な家だ。その番頭がジンベエといってね、いつでもお袋が3日前に亡くなりましたというような顔をして帳場のところへ控えている。ジンベエ君の隣にはハツさんという24、5の若い衆が座っているが、このハツさんがまた運症立志に帰依して、3721日の間そば湯だけで通したというような青い顔をしている。ハツさんの隣が長どんで、これは昨日火事で焼き出されたかのごとく修繕とそろばんに身をもたしている。長どんと並んで、君は呉服屋の話をするのか、人売りの話をするのか。あ、そうそう、人売りの話をやっていたんだっけ。実はこの伊勢源についてもすこぶる忌憚があるんだが、それは割愛して今日は人売りだけにしておこう。人売りもついでにやめるがいい。どうして、これが20世紀の今日と明治初年頃の女子の品性の比較について大なる参考になる材料だから、そんなにたやすくやめられるものか。それで僕が親父と伊勢源の前まで来ると、例の人売りが親父を見て、旦那、女の子のしまいものはどうです、安く負けておくから買っておくんなさいなと言いながら天秤棒を下ろして汗を拭いているのさ。見るとカゴの中には前に一人、後ろに一人、両方とも2歳ばかりの女の子が入れてある。親父はこの男に向かって、安ければ買ってもいいが、もうこれぎりかいと聞くと、へえ、あいにく今日はみんな売り尽くしてたった二つになっちまいました、どっちでもいいから取っとくんなさいなと、女の子を両手で持って遠なすかなんぞのように親父の鼻の先へ出すと、親父はポンポンと頭を叩いてみて、母はかなりな音だと言った。それからいよいよ談判が始まって、散々ねぎった末、親父が買ってもいいが品は確かだろうなと聞くと、ええ、前のやつは始終見ているから間違いはありませんがね、後ろに担いでる方は何しろ目がないんですから、ことによるとひびがいってるかもしれません。こいつの方なら受け合えない代わりに値段を引いておきますと言った。僕はこの問答を未だに記憶しているんだが、その時子供心に女というものはなるほど油断のならないものだと思ったよ。しかし明治38年の今日、こんなバカな真似をして女の子を売って歩くものもなし、目を離して後ろへ担いだ方は剣呑だなどということも聞かないようだ。だから僕の考えでは、やはり大政文明のおかげで女の貧困もよほど進歩したものだろうと断定するのだが、どうだろう、寛月君。